ですね、あれは10年ぐらい前の話ですかね、僕が初めて一人暮らしをした時の話なんですけど、その当時オートロックのマンションに住んでまして、ある日昼間寝てたらピンポーン、家の玄関の方の、インターホンが鳴ったんです。でまあとりあえず画面見えへんし、まあ知ってるの従業員ぐらいやから、従業員やと思ってガチャッと開けたら知らない人が3人ぐらい立ってて、お兄ちゃん、はい、いやお兄ちゃん、いや誰の家住んでんの、いやいや僕の家なんですよ、いやいやもうええから、カバンくてええから、まあとりあえず出してくれ、いやいやだ誰をですか、いやいや僕の家なんですけど、ええから、もう彼しかなんか知らんけど、もうとりあえずこの女の出してくれ、お前ホストやろ、まあ同業者やろ、この紙見たら分かるやろ、出された紙にもうバッチリ僕の家の住所と高額な金額と書かれてて、ただその下に見たことない女の子の名前書いてて、いやいやいやちょっと待ってくれ、いやこれマジで僕の家です、いやいやもうここ買い取るやないか、いやいやでもほんまに僕の家です、いやいやちょっとほんま免許を見せるんですけど、いやマジで僕の家なんですけど、いやお前どこのホステ、いや BC グループの肉じゃがです、あれ、まあ、もしかしてあれか、あの最近お前サイトに住所貼られてたよ、そうです、その当時僕サイトに住所を貼られてまして、間違えて女の子が勝手にその住所を書いて僕の家に取り立てに来て、向こうもあれ、あおおマジかという感じでごめんなさいと、あいやいやこちらこそ、いやいや逆にごめんなさい、はい皆さんサイトとね未就だけは怖いので気をつけてください、ありがとうございました。